日本栃木県宇都宮市白沢町白沢は栃木県宇都宮市にある地名。現在の行政上の町名は白沢町。郵便番号は329-1102。旧河内町の行政の中心であった。白沢は栃木県宇都宮市の北東地域、絹川と模様川間の地名である。江戸時代には欧州街道の宿場町白沢塾が置かれた。 白沢は1889年4月1日の町村政志向でふるさと村の大技となり、昭和期には河内村を経て河内町の役場所在地として発展した。2007年3月31日をもって河内町は宇都宮市と合併し、地名が白沢町に変更された。河内町役場に代わって宇都宮市河内地域自治センターが置かれていたが、 自治センターは2016年3月に中岡本町へ移転した。主に、絹川南東岸の低地地区と宝木大地面に、当たる地が坂北部の大地地区からなる。地区内には、旧欧州街道筋に当たる白沢街道、上横倉から下田原を経て等身し、白沢塾で南降りして、JR 岡本駅に至る、地方主要道栃木県道73号上、 横倉市も岡本線、白沢宿から北上市市も小倉に至る栃木県道239号、白沢市も小倉線が通り、当地域の中核となる公共施設が置かれた口下が進んでいる。近世初期の白沢は、集落の形成こそあったが、低湿地帯が広がっていた。慶長5年、徳川家康の命を受けた結城秀康は、上杉影勝を攻めるために、 白沢二陣を構えた。この時、木野川の都下を案内したのが、当地の稲葉守、源、六郎、右京の神の三人で、稲葉守は、宇歌寺家の、源の六郎東京の神は、福田家の祖先となる。宇歌家文書によると、稲葉守は、関ヶ原の戦いの後、江戸幕府に願い出ておかんばつぎ宿を応接かったと、言い,い、慶長十年に、 欧州街道の宇都宮宿の次の宿場として、白沢宿が設立された。ただし宿場の待ちりが整備されたのは、慶長14年3月のことである。白沢宿は、白沢村と、上岡本村にまたがる4町30県の宿場町で、白沢村の宇歌寺家が本陣を、上岡本村の福田家が、脇本陣を務めた。宿場には住吉や、長寺屋など13の旗子があり、 商家や茶屋も立ち並んだ。1875年、白沢村は上岡本村を合併した。白沢の地名の由来には諸説ある。花は静雄は福岳文書に白沢が多日であるという記述があることに着目し、白は死樹の意、沢は文字通りの意と解釈し、すなわち低湿地に由来する地名だと説明した。下田原との境辺野にある、 小宅地を流れる沢に由来するとの説もある。総数、世帯数、人口、施設学校公園企業商店地域交流館から白沢宿を経由して宝井団地までを結んでいた上郷地代替バス河内線は2013年に廃止。白沢町に関するカテゴリー。ありがとうございます。